わびーす、みんながその人気だよーよいしょー。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。イエス。はい、今日は皆さんからいただいたワンピースの疑問お答えさせていただければと思います。ぜひ最後まで見ていってください。それではいきましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いします。毎週ワンピースの動画、最新話関連動画上げてまーす、はい、一緒に楽しんでいければ嬉しいです。はい、そうしましたらこの動画は最新話1098話までのネタバレがありますので、まだ読まれてない方、はい、アニメ派コミックの方々お気をつけください。はい、お気をつけください。はい、はい、このコーナーは毎週ですね、 K さんのツイッターの方で、ワンピースの質問募集しております。ぜひね、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。はい、そんじゃ行きましょう。はい、じゃあ早速行きたいと思います。はい、コサリアさん、コサリアさん、ありがとうございます。タカヤさん、ケイさん、こんにちは。こんにちは。今週は壮絶な回でしたね、うん、重かったね。もうちょっとまだ引きずってますね、うん、SBS で描かれたボニーの男性化がシャンクスに似ているような気がします。なのでボニーはガーリング星の血を引いていると思いました。あと、はい、フジトラにマリージョアに隕石落としてほしいとも思いました。それはただただ別ね。はい、ありがとうございます。別でね、うん、ボニーのこととは別軸で、まず一旦隕石お願いしやすってことですよね。うん、そういうことですね。ああ、それに関しては、はい、僕の方からもお願いしたいです、藤虎さん。うん、まあ、藤虎さん見てたら。鳥かごでもいいよね。うん、鳥かごでもいいね。鳥かごやって、ドンってやった後隕石ドンで。そうですね。ダブルね。コンボお願いします。ダブルでいいかもしれませんね。ドレスローザー最悪悪夢コンボで。はい。お願いします。はい。いやー、まあちょっとね、うん、ちょっとまだ重いっすわ、俺ちょっと、うん、メンタル、うん、ちょっと今週はやっぱ、うん、もうなんか口にするのもちょっと辛いぐらい、うん、過去一過去編がこの重かったキャラクターになりましたね、もうクマが、うん、もちろん他のキャラたちもめちゃめちゃ重かったしね、うん、めちゃめちゃ大変な過去あるんですけど、なんだかちょっと、うん、それと比べるのもなんかね、もう野暮ですけど、ちょっとやっぱクマボニージニーちょっとあんまりでしたね。で、いただいた質問お答えさせていただきますと、はい、ちょっと待ってくださいね。性別変換ですよね。性別変換された麦わらの一味とか、うん、最悪の世代の画像ってがあるんですよね。小田先生が SBS でやられてて、あ、でもこれコメントいただいてた気がするな。月曜の動画とかでね、いただいてた気がするな。うん、ちょっと今ね、 K さんにも送りますが、まあ、SBS の方で小田先生がね、うん、最悪の世代の性別が変わった姿っていうのをこう描かれてるんですけど、いや確かにな、まあ似てるは似てるよな。本当だ、めっちゃ似てるやんね。え、どんぶり、次のどんぶりって言ってね、うん、もう大ぐらいならまあ変わらず、うん、まあここ確かに言われてみればまあ似てなくもないかなっていう感じはしますかね。うん、うん、まあでもなんかこの姿でもここピアスしてるっていうのがなんかちょっとね、またあれですよね。うんうんうん、まあ多分火曜ぐらいの動画で僕話してると思うんですけど、はい、要は性玉鱗っていう病気で、うん、まあ体中青い石がね、こう発症していってしまうと、うんうんうん。ってなった時にまあ多分ね、ここの目元にあったあの石の跡を多分消すためなのか、うん、そこにこのボニーはこうピアスしてるわけですよね。うん、すごい、もうこの小田さん、まあ、どこまで考えてたかちょっと分かんないですけど、うん、とにかくすごいと思いましたね。うん、でまあこの姿見ると確かにシャンクスに似てなくもない。めちゃくちゃ似てるね。うん、うん、まあでも個人的にはたまたまかなとはちょっと思うんですよね。うん、まあ現時点でね、うん、いやというのも、ガーリング星の年齢がちょっと分かんないんですけど、うん、38年前の時点で、うん、現在のシャンクスと見た目がめちゃめちゃ似てたんですよね、うんうんうん、で現在のシャンクスで39歳と、うん、で39+38だから、うん、77ぐらいかなと思ってるんですよ僕。うんうんうん、大体ね、ざっくりとしたそのふわっとした計算ですけど、うん、大体まあ70代ぐらいなんじゃないかなって思うわけですよね、うん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 、でそうなった時に、まあ、ジニーがさらわれた年っていうのが14年前なんですよ、うんうんうん、で14年前から、2年間天竜人の妻とされてしまい、12年前に帰ってきた時にはまあボニーが生まれてたと、うん、
で14年前さらわれてから、まあ、妻になりましたってなると、じゃあ仮にガーリング生だった場合、まあ今の計算が仮説ですけど、うん、合ってるとしたら、うん、77-14 って、うん、63なわけよ、うん、もう63なわけよざっくりね、うん、いやちょっとガーリング生元気すぎん、うん、とは思いますよね。なるほどね。60超えてまでわざわざ下界のその降りてきて、うん、妻を拾うのかなっていう疑問はちょっとありますよね。むちゃくちゃ女好きですよね。だからそうなってくると、そうだね。まあもちろんね、そのありえないことではないとは思うんですけど、まあただシャンクスの年代がまあ子供だとすると、シャンクス39でしょ、でボニー12歳でしょ、うん、シャンクスの娘でもいいぐらいの年なわけですよボニーって、うん、なのでちょっと僕はちょっと現状考えづらいのかなとはちょっと思うわけですよね。うんうんうん、わかりませんよ。もうすんごい、だからもう、モンスターだとしたらね、ガーリング星が。ガーリング星激ヤバだとしたら、まあ、あり得るかもしれないですけどね。なんで、まあ、僕は、もしあるんだとしたら、例えばですけど、シャンクスの兄弟とかね。うん、例えばですよ、うんうんうん。シャンクスが、まあ、今のところはね、一人っぽいですけど、もちろん。あくまでこれも仮説になってきますが、ちょっと前の動画でね、シャンクスもしかしたら兄弟どうなんだろうっていう動画も上げたと思うんですけど、要はガーリング星がゴッドバレー事件の時に天竜人の子供たち多分あの時いたっぽいんですよ周りに。で見てろよ子供たちっていうセリフを残したわけなんですよね。だからまああれって多分そこの現場に天竜人の子供たちが多分何人かいたんだろうな。だから見てるよ子供たちって言ったんじゃないかなとも思うんですけど、でもワンちゃん自身の子供に向けて言ってたらシャンクス兄弟いるパターンもあるんですよね。だからシャンクス兄弟いるパターンも全然あり得るとは思うんですよ現状。詳しくはねちょっと前の動画でね見ていただければと思うんですけど、はい、なので、まあ、ガーリング星というよかはもしこのボニーがシャンクス似てるのでそれをねまあこう慣れ立たせるんだとしたら、やっぱりシャンクスの兄弟とかがまあ一番妥当なんじゃないかなと思うね。ジニーもそんぐらいの年齢ですよね。ちょっと俺今計算がすぐできないけど、熊の4つ上ですから、51の14年前は37。まあ、シャンクスと同年代というかね。まあでもそうすると若いんだよな、シャンクスだいぶその時って、14歳は。だからまあなんかちょっと微妙な部分はあると思うんですけど、繋がらないで。ただ、まあフィガーランド家ね、なんかいろいろありそうですから、まあ、そこと絡んでるってパターンも全然ありえますからね。で、あと、その今一個浮かんじゃったのは、シャンクス、嫌いな食べ物ブルーベリーなんですよね。今回のこの病気、青玉林ですよね。青い宝石ですよね。なんかあるかもね。うわ、以上投げかけて終わるスタイルで投げかけて終わったな、終わるスタイルで、あー、なるほどね。いや、天竜人からもらった病気らしいね。うん、うわ、多分ね、神社もね。ここからは非公開だと思うんですけども、あー、非公開出た。ちょっと今の話を聞いてね、シャンクスの子供説、あ、もうそこまで行く。ただいい意味でね、逃がしたとかさ、なんか、あ、なるほどね、そっち側でね、もちろん、はいはい、逃がさなきゃってことでちょっとこう、またああいう場所に来たみたいなね、ジニーを逃がしていたみたいな、あ、なるほどね、パターンですよ。それはそれですげえ怖いけどな、シャンクスやべえやつじゃんマジで。ちょっと最高だけどなそれ。いや、だからそのままいるとちょっと天竜人にやられちゃう可能性もあったから、はいはい、逃がしたっていう、あくまでシャンクスがいい人説でちょっと今やってます、はいはい。でもこの世はさ、まあその天竜人の妻としてさらわれちゃったからね、だからそこでシャンクスがかくまってあげて逃がした、父親はシャンクス、そう、ちょっと分かんなくなっちゃったんで次行こう。結局じゃあシャンクス最低男になっちゃうよ、そうすると。あ、そっか。まあちょっと気になりますね、ここはね。まあまあなんかあるかもっていうのはちょっと思うね、確かにね。ありそうっていうか、ね、なんかそのまあ天竜人つながりで、まあ、シャンクスがやっぱりそのね名前として浮上はしてくるかなとやっぱ思うよね。まあシャンクスというか、まあ、フィガーランド家というか。いやでも面白いですね、確かに似てるから。はい。気になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問いきたいと思います。はい。ファン、バツ、OSP さん、イベントを絶対行き、行きで追ってます。
ベント絶対行き。どっちだ？どっち？行きたいかな？行きたいなのか行きますなのか行きませんなのかちょっとわかんないですけど。ああどっち？絶対行かない人だけど送ってきてくれてんの質問。いやまあ天の弱。行きますなのかな？点点点切れちゃってるんでね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。たけしさんこんにちは。あもうたけし。はい。たかしです。イベント名前間違えてたらイベント来れる大丈夫？でもファンってついてますからね、ファンバツ。ああ、じゃあ大丈夫か。はい、ありがとう。1098話でポニーとソルベ王国の関係がわからなくなってしまいました。ポ、うんうん、ニーとボニーはとても容姿が似ていると思われるので、ポ、うん、ニーはボニーの祖母であり、クマの母であると思っていたのですが、はい、実際はクマとボニーに血縁はなさそうで、ポ、うん、ニーとボニーは赤の他人ということになります。ポ、うん、ニーの母であるジニーも元奴隷ですし、ソルベ王国の王族とは無関係そうです。同じく元奴隷であるクマとポニーの血縁関係も怪しいところです。なのに、はい、コニーとボニーはマリージョアの主演たちが勘違いするほど似ているなんて不思議です。うんうん、ここら辺のことどう思いますか、はい、はいはいはい。という質問でございます。なるほど、ありがとうございます。いや、確かにこれちょっと僕も気になったんですよね。そうなんですよ。要はあのコニーっていう、要はボニーがね、まあ年を取った姿で、まあマリージョに潜入してた姿があったわけで、であのコニーっていうのがソルベ王国王太后っていう説明がありまして、まあ要は先代のまあ王妃ですよね、まあお姫様というか、まあ国王のまあお母さん的な立ち位置ですよね。なのでそうなってくると本当にボニーとあれこれ繋がっってなるわけですよ一回やっぱり。皆さんも一回ペーってなってる、とは思うんで、今もう一回僕はペーってなったんですけど、そうなんですよね。あの、王太后って言われてるっていうことは、ああ、じゃあ代々、やっぱボニーの家系っていうのは、じゃあ王族だったのかなって思ったんですが、ただ、ソラメ王国、つい最近まで、言うたらまあ6年前まで、要はベコリオが王だったわけですよ。ってことは別にボニーの家系がずっと王族だったわけじゃないんだと。つまり、ボニーもだし、クマもだし、ジニーもそうじゃないですか。別に国王じゃないわけですよね、ってなると王太后っていう立ち位置がボニーに似ることあんのっていうことですよね、まあおそらくですけど、まあ本来、まあ、例えばここに本当にコニーという存在がいたとしたら、このあとクマがなればクマがまあ国王になるわけですから、そのなった時に本当にコニーがいればそのコニーはまあ王太后になるわけですよね、いや王のまあ親ですから王太后なわけですよ、なんだけど、まあ、この現状クマとボニーしかいない、じゃあコニーってなんやねん、っていうことですよね、なんですかいコニーという存在誰誰っていうことなんですよね、うん、まあここでまあ考えられることとしたら、まあ本当にそういうコニーっていう、まあ要はボニーに似てるような存在がこの後一緒にクマたちと共に、まあ国王のまあ一族として認められるってパターン、でおそらくベゴリオを多分ここでまあこの退けるわけでしょきっと、ソルベ王国悪夢が襲っちゃって、ベゴリオが今変な政治やってる、やばやば激ヤバ政治やってるから、それをまあなくすと、多分クマが動くんでしょう、でクマが国王になるんでしょう、でその時に多分だけど、まあ仲のいいお年寄りたちもみんなこの王宮に住まわすとか、ソルベ王国のこの南部の人たちっていうのはまあお年寄りで、まあ要は天井金稼げないよと言ってたんだけど、まあやっぱクマに優しくしてくれたりと、まあクマにとってはね一応その大事な存在なわけですよね、この人たちっていうのが、ボニーを男で一人で育てるってなった時も手伝ってくれてたわけですからね、今週ってなるとその人たちなんか王宮に住まわすとこもあるんじゃないかな、ってなった時に本当に似てる人がいて、ボニーに、ボニーとかジニーにね、だからその存在をまあコニーとしてまああえて、そういった位置づけの地位を上げたとか、それだったらそのコニーという存在は実在しますもんね、っていうパターン、かもう本当にコニーっていうのはただただボニーが作り上げたただの別の人格というか、いやそういった人は本当はいないんだけど、まあ、ボニーがあそこの衛兵を騙すためだけにそうやって口車で、私はコニーじゃ、ソルベ国の王太后じゃ、あんたら把握しとらんのかいっていうもうクレーマーパターン、衛兵に対して何上から言ったパターンですよね、まあまあでもそれがでもなんか一番スッと落ちるかなってちょっと思いますね、なんか別にその一人一人の王のさ家系とか全部別に衛兵も把握してなさそうじゃん、けどまあ口で言ってたら、まあそうかそういう人もいるかみたいな、まあでもダメですよコニーさん、そこから危ないですからやめてくださいみたいな、そういう感じだったんじゃないかな、
ていうところに今のところの僕はその着地はしてますね、うんうんうん、またちょっと次回以降読んだらまた本当にさっき言った前者のパターンかもしれないし、うん、また本当全く別件かもしれないしね、うん、全く別件のパターンもあるかもしれないんですけど、うんうんうん、現状はでもそうじゃない、うん、多分あれボニーがこのね、まあ、潜入する上での作戦の一環なのかなってはちょっと思いました ね、うん、ね、なのでそんなあんな急に来られたら嫌だよね、うん、クレーマーとして来られたら衛兵もえってなっちゃうよね実際そんなん来てたらね、うん、なのでクレームするときは気をつけましょうという話でした、うん、なんで運なんだなんえなんだい全部全部何聞き流すまクレームは聞き流しましょうあクレーム対応してたこの人が。そうですね、俺の今のこの最後のまとめ方もクレームとして捉えられていたやだはい、まあまあまあなんかでもそんな感じするね、はい、返信してたみたいなね、パターンね、なんかね、うん、それで口車でこうやってたんじゃないかなって感じがするかな、うん、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、では次の質問いきたいと思います。はい、マッツーさん、マッツーさんありがとう。はい、ケイさんこんばんは。こんばんは。あ、こんばんは、ありがとうございます。気になることでしたらやはりドラゴンとルフィの母親ですかね、うん、ドラゴンは革命軍で世界中を移動しているかとは思うので、うん、ルフィの母親となる人物と出会う暇はないんじゃなかったかと思います。革命軍にいたメンバーとは思いづらいし、はいはい、どう思われますか、うん、という質問でございます。なるほど、うん、まあ今週の内容というか、まあ、前回のも含めてってことですかね、この感じでね、うん、うんうん、まあ確かにドラゴンもちょっと今週出てきたりもしましたから、うん、いやまあ確かにな、これどういうことなんだろうね、うんうん、まあドラゴンは現状ですね、まあ世界中多分こう行き来してるんでしょう、革命軍として基本はまああのバルティゴにはねいるっぽいですけど、うん、まあいろんな世界各国でのこの革命をまあ手助けしているというかね、リーダーですから、うん、管轄してるんでしょう、管理してね、うんうん、ってなった時にまあ逆を言っちゃえばその出会いは多分いっぱいありそうではありますよね、うん、実際いろんな人たちと出会っていろんな人たちを助けて、まあ、ヒーローなわけですよ、ドラゴンの周りにいる人たちからしたら、うん、ドラゴンはもちろんね自分でヒーローだとは言ってないと思うけど、うん、まあヒーローですよね、うん、こんだけさ世界政府によって、まあ、ひどい仕打ちを受けて虐げられてる人をさ、まあ、こう助けていってるわけですから、うんまあ、それに惚れるっていうのはまあ理解できますもんね、かっこいいしね、うんうん、なのでまあ世界中でこの革命活動している以上、うん、逆に出会いは鬼あるよね、うん、ありまくりじゃない、うん、でしかも要はドラゴンに惚れてしまうっていう状況はめちゃめちゃできるじゃん絶対、うん、かっこいいしさ、救われたらそれはさ、うん、ドラゴンさんっていうそのね、うん、相手がいてもおかしくないわけじゃないですか、うん、ってなった時に、まあ、イーストブルーのゴア王国でまあ出会ったんじゃないかなってやっぱ思うかな、うん、ルフィのお母さんね、うん、あとその革命軍のメンバーではないと思うんですよ多分間違いなく、うんうんうん、やはりイワンコフが知らなかったんで、うん、こんだけ古い仲のイワンコフが、ドラゴンの素性を知らなくてあの東の海に思う存在でもいるんじゃないかしらみたいなね、うん、いるんじゃないって言ったら詮索はよせいいわみたいなことでね、うん、あの当時頂上戦争の時その会話も回想でありましたから、うん、だからもうイワンコフが知らないってことは、まあ、少なくとも革命軍のメンバー内にいるってことはなさそうなんですよね、うん、ってなるとやっぱさっき言った通りその世界中でそういった存在と出会う確率は高いですから、うんうん、やはりゴア王国の、まあ、女性と出会って、うんまあ、そこで恋に落ちて、うんまあ、ルフィが生まれてっていうことなんじゃないかな、うんうん、ちょっとまた今後ねこの革命軍 の、 この描写とかが描かれればまた変わってはくると思うんですけど、うんうんうん、現状1098話までだと、まあ、そんな感じしますよね、うん、うん、そんな感じじゃないですかね、うん、はい、うん、うん、まあ母親とか出てくるのかね、なんか出てこない感じもあるしねやっぱり ね、うん、ね、うん、なんかもうだいぶ前にもね動画上げたかもしれないんですけど、うん、あの要は冒険の大義語は母と小田先生言ってるんで、うん、いやルフィの冒険を書く物語がワンピースですから、うん、その反対である母を書いたら、うん、多分冒険のね物語じゃ多分なくなるってことなのかな、うんうんうん、まあもちろんねそれはあの当時の小田さんの SBS ですからね、うんうん、もちろんそんな中でもその冒険にやはり重要になってくるってなればもちろん書くと思いますけど小田さんは、うんうん、なんか現状はねなんか書かれない可能性もありますしね、うんうんうん、最初やっぱねジニーが出た時ワンチャンあるかって思ったもんね、うん、ワンパクだしさ大食いだしさ、うんうんって思ったけど全然そのジニーはそういったことなくね、うん、うん、もうボニーさんの母親でしたから、うん、いやでもドラゴンこれかっこいいからモテるよね、
ドラゴンはモテそうだね。ねえ、革命軍やめるって言った時にさ、うん、どうしていいかわからないがそばにいたいってクマが言ったら、うんうん、よくわかった、後悔なく生きろ、俺たちも世界中の医者に当たってみる。うん、いや、惚れるってうん、いい上司すぎて、俺だって許さないからね、うん、なんて言うのけさんだったえ、ちょっと抜けたい、革命軍抜けたいって言われた、裏切り者は許さないっていうからねドラミンゴドラミンゴの考え怖え、ビンゴ崇拝してるわこの人、本当に危な、よかったな、よかったな、クマ革命軍で、うん、東京テーマビルじゃなくてよかった、よかったと思うよ本当にね、ああよかった、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、では次の質問いきたいと思います。はい、ユジさん、ユジさんありがとうございます。高谷さん、ケイさん、こんにちは。こんにちは、いつも楽しく動画を見させてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。早速ですが質問です、うん、はい、今回のジャンプにてクマが教会で安心してくれジニー、この子は俺が育てるといった涙なしではいられないシーンがありましたが、はい、その奥にはアラバスタの家紋に十字架をあしらったようなデザインの十字架がありました。それぞれ王国とアラバスタ王国には何かつながりがあるのでしょうか。ぜひ高橋さんの意見を聞きたいです。はい、寒くなってきました。はい、お住みの皆さん、特にケイさん風邪をひかないように気をつけてくださいねと特にケイさん心配されとるよ。はい、そうですね、早速やってますからね、鼻水詰まってやってんの。はい、ちょっと先週とか結構やっちゃってたんで、うわ遅かった、うん、先週いただいてたら引かなかったかもしれなかった、はい、ごめんなさい、ね、遅くなりました。はい、すいません、急に寒いからね。いやマジで秋飛ばした、うん、どっか秋スキップしたでしょ、うん、どっか行ったわ、うん、何これ、うん、ねえ、うん、秋廃止したのいつ言ってよ秋廃止しますっていうこの、うん、ね、説明会なかったもんね今年、うん、急に寒いから、うん、いやでもマジで地球温暖化で秋なくなってくるんでしょ。え、そうなのマジらしい、本当に。夏が長くなって、うん、その冬にすぐ冬になるっていう。やばいじゃん。やばいよ、もうちょっと怖いですけど。気をつけてね。ね、本当急にね、うん、寒くなってきましたの、ね、で皆さんもお気をつけください。はい。はい、というわけで、はい、まあこのマークですよね。うん、月曜の動画でもね少し触れたかなと思うんですけど、うんうんうん、まあ本当にそうなんですよ。だ多分もう確定に近づいていってるんだと思います。なんとなく我々の中でぼんやりと、うん、やっぱあのマーク、太陽のマーク重要なんじゃないか、アラバスタにもあります。我が国の光月家の家紋にもあります。めっちゃ重要なんじゃないかと思っていたところで、太陽の神ニカの信仰があるバッカニア族の生き残りクマさんの教会に同じマークがございました、うん、こうなってくるともうやはり、うん、もうもともとねやっぱアラバスタも光月家も、うん、まあジョイボーイにね、まあ、関連してた国じゃないですか、うん、ポーネグリフを守ってで我々も D だと言っていたのがアラバスタ、うんうんで光月家はポーネグリフなんなら作った一族ですから、うんうんうん、そうなってくるとまあやっぱり当時のジョイボーイの仲間なんじゃないかな、そのあたりの人たちなんじゃないかなとぼんやり思ってたところで、太陽の神の信仰があるバッカニア族のところにもこのマークがあったので、うん、もうこれはニカの信仰というか、うん、まあその時のジョイボーイかわかんないですけど、まあ、少なくとも太陽の信仰、うん、太陽でつながっていた人たちであることは間違いないですね。うんうん、だからアラバスタもだし光月家もだし、うん、あと太陽の神に、生贄を捧げていたシャンディアもですね、うん、シャンドラの人たちもそうです、うん、あそこも太陽の神の信仰があって、なんならポーネグリフ守ってましたからね、うん、で今回のバッカニア族と、うんうん、なのでもうまあそうだろうなと思ってたところがもうここで確定にドーンなってきたんじゃないかな、うん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 、だからやっぱ太陽のマークっていうのはすごい重要なんだなっていうのが改めて分かりましたね、うんうん、なんならもうこのバッカリア族に関してはもうニカのこと知ってますから、うん、アラバスタとかその他のところでは別にニカの信仰はなかったわけですよね。ニカを信じてどうのこうのって話はなかったんですけど、うん、もうバッカリア族に関してはもうまっルッキシも太陽の神ニカっていうワード知ってますから、うん、だから逆に言っちゃえばだから他のとこはなんでニカっていうその名前が伝ってないんだろうなっていうのはちょっと思ってますね。うん、隠してるかな、うん、ねえ、バッカニアだけがその太陽の神ニカを知ってたじゃないですか、うん、で特に和の国のねその生き残りの人たちは別にその何ルフィのあの白い姿を見て別に特に言ってなかったですもんね、うんうんうん、侍たちにそういう伝統が、うん、あるんだとしたら、まあ反応はするもんね。うんうんうん、でも、ニカに対して特に何も言ってなかったんで、うんうん、だから侍とかその光月家にはそんなに、まあそのニカの姿とか、ニカに関する情報はないのかな、うんうん、だからなんかこの国とか種族ごとでどういったつながりが、うん、まあ歴史的な背景、うん、どういった伝承があったんだろうなとかやっぱ気になりますね。うん、届いてるしね、バッカリアだけだからね、このニカの伝説がこう続いてるのは、うん、まあ、バッカリア族はその確かにまあ奴隷にされてしまう一族っていうのがまあ原因の一つかもしれないですけどね、うん、
奴隷にされたからこそもうこのどんどんとっとってやって心を保っていた。だから、うん、このニカの伝説が、まあ、口頭でこの響きとして伝わりやすいというのは確かにあるかもしれないんですけど、うん、なので、まあ、でもここは本当にもう今後待ちですね、うん、あとはだからあと他どこかだよね、まあ、多分魚人族もそうだしね絶対、うんうんうん、太陽のマーク掲げてたりもねしますから、うん、太陽の下で暮らしたいとも言ってますし、うんうん、あとは巨人だ、エルバフだ。エルバフにも太陽の信仰があって、うん、その太陽に感謝するお祭りが冬至祭ですから、うんうん、だからいろんなこの種族とかいろんな国でこう太陽の信仰があるんで、だからそこはもう多分太陽の神ニカでこうつながってくるんだろうなっていう感じですかね、うんうん、はい、そんな感じだと思います。うん、まあ、だから五老星とかさ、なんか覚醒みたいなこと言ってたからさ、うん、あのルフィの手配書出た時か、はいはいはい言ってた ね、うん、いやあいつらやっぱ隠してたんだよ、うん、まあそうだろうね、間違いなくね、うん、ね、あいつら悪いやつだ、ね、なんもうあいつらもう隕石落としてくれ、藤田さん。あと鳥かごね、全部鳥かご、もう一緒にお願いします。先に隕石かな、鳥かごがあるとね、隕石切れちゃうから、うん、あ、そうかそうか、先に隕石、隕石をもう30個ぐらい落としてから鳥かごで、鳥かごがこう周りにある状態の穴に隕石を落として、うん、要はね、こう逃げれない状態に隕石だけ降ってくるって状態、うん、もう上開けてね、そう、上の方ちょっと開けていただいて、広めにしていただいて、そこから隕石ぶっ飛ばせばもう逃げれないし、隕石真上から落ちるっていう、もうやばい、もう完全に憎しみの連鎖だからねこれマジで乙姫が見てたらもう乙姫と白星にはもう顔を向けできないけどね、俺らこんなこと言ってたらいやでも本当だから、うん、まあこれが結局ね戦争がなくならない原因ですよね、結局 ね、やられたらやり返したくなっちゃうっていうこの憎しみの連鎖だよな、うん、ただでもあんまりだよねやっぱクマな、うん、だからまあせめてクマが報われてほしいっていうのが願いですかね、うん、だから心の中で隕石と取り囲っておきます、うん、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。ワンピースって楽しいね、はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう、ぜひチャンネル登録お願いします。来週9歳ですけれども、9歳もいろんな動画上げていきますので、ぜひよかったらチャンネル登録お願いします。一緒に楽しんでいきましょう。はい、次も見てね、明日も楽しもう、またね。ちょっとなんか心の中で隕石と取り囲ってなんかよくわかんないこと言っちゃいましただからお願いお願いします、チャンネル登録。